フィリップス大学は、アメリカ合衆国オクラホマ州イーニードに1906年から1998年まであった、私立男女共学の大学である。プロテスタントの団体、ディサイプルス派と提携していた。1906年10月9日に、エリー・ボーンズラー博士によって、オクラホマクリスチャン大学として設立された。 e い度地区の実業からが15万ドルを調達し、e い度の東に40エーカーのキャンパスを購入した。最終的には、大学はディサイプルス派の協議に基づくこととなったが、大学設置委員会は多様な宗教的背景を持っていた。大学設置委員会は、エドムンド、フランツ、フランク・ハミルトン、アル・ローウェン、JMP ・ラット、エバレット・パーセルからなる。 大学の運営資金は、ペンシルバニア州、バトラーの T.W. フィリップスとオクラホマ州のリサイプルス派が提供した。1912年にフィリップスが死去した後、彼の名誉を称えて大学名をフィリップス大学に改称した。第二次世界大戦中、パーマネンテ造船所で大学名にちなんだビクトリー船 SS、フィリップスビクトリーが建造された。 オクラホマクリスチャン大学は1907年9月17日に最初の授業を行った。初年度の学生は256人で、そのうち高校を修了していたのは20人だけだった。フィリップス高校は大学設置と同じ1907年に大学レベルの授業を受けるための準備を行う準備学校として創設され、1925年まで活動を続けた。 大学は1919 19年3月23日に北中部大学学校協会に1920年にアメリカ大学協会に加盟した。1987年フィリップス大学とは独立した機関としてフィリップスグラデュエートセミナリーが設立された。同学校は現在はフィリップス新学校として知られオクラホマ州タルサにある。 フィリップス大学の閉校後、フィリップス大学の卒業生の成績証明書は、フィリップス新学校が保管している。フィリップス大学では、MBA を取得できるビジネススクールも運営しており、オクラホマ州とテキサス州でも高い評価を得ていた。また、20カ国以上の学生からなる国際的なコミュニティも、あった。1989年、 日本の京都府宇治市の宇治郵便局向かい側に京都科学技術学園と共同で日本校を開校した。日本校の学生はイー2ドキャンパスで1年間授業を受ける必要があり、卒業後はフィリップス大学の学位を取得できた。日本校のいくつかの授業はイー2ドキャンパスの教員が担当していた。大阪府大阪市に京橋キャンパスと天満キャンパスが 設置されていたが、宇治キャンパスとは違い単なる都会にあるビルのような作りとなっていた。協定により、学生は日本国外で取得する必要がある単位を大阪のキャンパスで取得することもできた。1992年、フィリップス大学は、京都科学技術学園とともに、日本で大学を運営していた民間企業である、フィリップスジャパン株式会社と、 京都科学技術学園の理事長、山崎主さんに対して訴訟を起こした。この訴訟では、被告が日本政府に対して税金を払わず、フィリップス大学が契約に基づいて支払った税金を支払わず、フィリップス大学の名前を不正に使用した疑いがあると主張した。1995年4月、新しいバイリンガル・バイカルチュラルな教育プログラムを 作成することにより、日本でのアメリカ式教育をさらに進歩させるという新たな目的のために、フィリップス大学インターナショナルが創設された。1996年秋、プイは京都府京田辺市に移転し、京都インターナショナルユニバーシティの名称で、フィリップス大学から独立した教育機関になった。現在、京橋キャンパスは、 天満研修センターとして活用されている。旧キャンパスのマーシャルビル重大な財政問題と学生数の減少のため、フィリップス大学は1998年4月1日に、連邦倒産法第11章に基づく破産を申し立て、その4ヶ月後に並行した。本校から独立したオクラホマ州タルサのフィリップス新学校は影響を受けず、 フィリップス大学の卒業生の成績証明書は同行が保管している。1998年に大学が破産した後、大学の資産の生産による300万ドルを設立資金としてフィリップス大学遺産財団が設立された。パルフはディサイプルス派関連の大学に通う学生に毎年奨学金を授与し指導者教育を提供している。 2002年から2015年にかけて、パルフは367件、総額1116,250ドルの、奨学金を136名の学生に授与し、14のリーダーシップ開発会議を開催した。フィリップス大学の元のキャンパスは、1999年6月に、公立大学のノーザンオクラホマ大学が610万ドルで、購入した。 610万ドルのうち、190万ドルは E2 都市が、80万ドルはオクラホマ州高等教育評議会が、340万ドルは NOC が負担した。オクラホマ州、トンカワに拠点を置く NOC は、段階的に全施設のサテライトキャンパス化を進めた。ありがとうございます。